やあ、君は調査かい？探索かい？こっちは竜族との話し合い継続中さ。ライト君はいちいち怖い怖いとうるさいので今回は置いてきたよ。研究者に弱気や不安は無用と教えているのに、学習能力のない助手だよ。ここで会ったのも何かの縁だ。情報交換と行こうじゃないか。ふーん、誇りね。それはまた何とも。ああ、分かっている、分かっているともさ。彼らには彼らの歴史やルールがある。くだらないと一言に断じることはできないだろうな。だがそれでもあえて私は言うぞ。途方もないほどにくだらない。誇りや矜持をバカにする気はないが、それが命を奪うとなれば話は別だ。王に憎いはなかろうと、後世に多大なる影響を及ぼす。それは許されない。失礼、少し興奮してしまったな。竜族には様々な部族が存在し、それぞれが木や子といった呼称を持つのは知っての通り。部族による階級分けによって竜族の社会を成立させているが、その中でも特別な存在がいる。その部族の名をロという。全ての竜族が無条件で従う絶対的な一族だそうだ。崇められる理由はわからないが、それだけの絶対存在であるならば、そこに話が通れば全てが解決する。姿はわからん、どこにいるかも不明。だがそれでも探し出さねばなるまい。ロの一族が竜族を滑るのならば、その責務を果たすべきはまさしく今なのだからな。